面に行ってホーム画面入ります、はい、ですです、ちょっとね、紹介を受けてください、あのタイトル画面を見せるためにはこの作業をね、一回やんなきゃいけないからフレンドの、はいはいはい、この間やったやつ一緒かな、これがいつもねもう一回送りましょうか。あ、セッションに参加するあったやりました、うん、パーティーにパーティーにします、まあ、あと1万4000だったら割と、うん、で次のサバイバルもあるしボディーガードもあるしとかはね、うん、今日のスピーダーなんでみんなスピーダーに期待しているはい、やらないよね今日スピーダー、今日のスピーダー、俺もスピーダーに関してはすっげえ自信ないから今日のスピーダーはもうそれは視聴者さん次第ですよ。やっぱり見たいというのであればいやいや、やんなくてほらやんな、その分マッチングねいっぱいやった方がね、あ、最後の締めっていう手もあるな、まあ、時間があれば、ね、あれば、ね、じゃあ先にゲーム行きましょう。そう、行きましょう、うん、さあ前回ね、時間がもったいないです、時間がもったいない2分半ぐらい ね、うん、前回やったルールがヒーロー VS ヴィラン、うん、ウォーカー、アサルト、うん、カーゴだったんですよ。カーゴやったのか。カーゴやりました。はい、で今日はじゃあ別のやりますか。うん、そうですね。何やりたい、マヤノさん。何やりたいかな。やっぱ新しく追加になったやつとか。いきなりいきますか。これですね。反乱同盟軍の激しい攻勢に惑星蛇空の帝国軍艦隊、帝国軍艦隊が防衛戦を繰り広げる。もう全然ルールを知らないんですよ、ね、見た感じだとそんなにルール的な感じじゃないから、うん、あれですけども、いや、はい、分かりやすいルールでいくと何になるのかな、ラッシュに近いのかな、バトルフィールドだと、帝国側が必ず防衛軍なんですよ。そういうことなんですね。で、反乱同盟はどん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 コントロールポイントっていうのを抑えていって、次のコントロールポイントまでまた確保していくっていう。うんうん、で、最終的には総力戦 になるみたいな。なるほど。ラッシュめっちゃ好き。まあ、あれですね、バトルライン、戦線をうまく調節しながら、うん、こう攻防を繰り広げていくみたいな感じ、うん、そうじゃあそれやってみましょうか。うん、じゃあマップを選択の資格を押してもらって、うん、巨人の墓場、これだけなんですね。うん、で逆にその攻め側はコントロールポイントを抑えないと負けになっちゃうので、まず押して、まず押して、ターニングポイントの資格を押してもらって、そうそう、でやれば OK なんですね。はい、じゃあこれいってみましょうか。いきましょうかね。よし、じゃあゲームを一緒にプレイしたい方は、あ、始まった、はい、ちょっとフォースの導きチャレンジをしていただいてですね、そうですね、いきますんで、僕らが今から10点カウント取りますんで、5カウントでこの巨人の墓場を一緒にね選択してやれいただければです、ね、ひょっとしたらマッチングできるかもしれませんので、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょうか。これ40秒のタイム。せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい。さあどうだ。いけるか。これ入ったばっかのルールだからそれなりに混んでる気はするけど。そうですね。おっと。ゲームが見つかりました。来たかな。さあどうだ。これは入った人がいるかどうか。来た。1、2、3。おお、アリーナ早い。おナイスフォース。ナイスフォース。いいよ、結構いるよ。結構いますよ。いいっすよ。アリーナ多いっすね。俺とアヤノンさんは反乱同盟軍ですね。反乱同盟軍でしたね。ターニングポイントまだダウンロード中。やっとけし。今日来週ジャック入るよって言ったじゃん。やるよって言った。もうダウンロードしといてねって言った。あ、敵側に入ってる。うん、なるほど。さあこれはね、アイロ先生がゲームにやりやすいスタイルに変わってた。あ、なるほどね。あ、はいはいはい。ちょっとね、ワイパーまでいいかな。いやいやいや、じゃあワイプ映るだけ教えてくださいね。じゃあそうね。とりあえず基本セットは俺このままでいいかな。うん、よし行こう。ジャンプパックでも上げて、そうそう、このバトルオブジャックね、結構ダウンロード時間かかりましたからね、 4,5 分かかったかな、かかりましたね、うん、2ギガぐらいあったかな、そんぐらいありましたもんね、なので、そう、今ってなるとさすがに、そうそうそう、間に合わない人は、そうですね、すげえ回線速い人だったら分かんないけど、あー確かに、うーん、さあまもなく始まりますよ、よきますよ、こんな感じかな、ルールは。じゃん、コントロールポイントごと押さえて前に進め、各方で勝利、時間切れになったら負ける、俺らは進行する側ですね、進行、あ、そうですね、うん、うん、ジャンプできない、落ち着いて、まだ始まってないこれどっちだ、どっちが前だ、おー、すげえ誰かの嫌な予感がするわ、どっちだ、
これアヤナン画面ですね。はいはいはい、はい、これマップが本当にいるいる、みんないろんな宇宙船が、うん、あっちかいっぱい落ちてて、要するにエピソード6の次のお話というか、なるほど、エピソード6と7の間のお話になるので、はい、今度映画化するエピソードの舞台となる惑星の29年前の話、うん、そういうことですね。あ、で、で、急に撃たれた、あの赤いところをカッコしに、おー、すげえ連射してきてるな、よっ、これどやばいやばい、あれだ、あそこにいる、おお、ちょちょちょい激しい、しょっぱなから激しい、ちょっと打ち合い系のゲームなんで若干ゲームは音上げてますけど、はいはいはい、うん、ちょっと待って、全然ちょっと待って、あんまうるさかったら言ってくださいね。さて、ありがとう、ポイント3つあるからそこにもいるんだよね、まとまっていくか、そう、難しいところなんだよねって感じですね。あの個人で突っ込みすぎると間違えなきゃダメなのでですよね、うん、うしかし激しいね、激しいね、かなり激しい、新マップっていうこともあってですね、うん、よいしょ、もっちちゃんとあれだよ、あのガードしてあげないと、ガードみんなどこどこ、俺は死んでる、俺も死んでる、せっかくパートナーがいるのに、俺もね、パートナーいなかった、パートナーで組んでないです、パーティーで入っちゃったんです、あ、いや、左側にいるよ、もっち、左側にいるよ、黄色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 、これか、そうそうそう、それもっちでしょ、こっちじゃなくない、いや違う違う違う、あ違うな、これこれパーティーなんでパーティーメンバーは緑色で表示されてます、あ本当だ、左、あ下、パートナーになってる人は別の人ですね、パートナー別になってんだ、そうなんでパートナー別にした、 別になってますね、うん、まあまあまあ、すぐいるな、そここれすげえいるな、うわうわあ、なるほどね、ちょっとどうやって、いてててててと、あれだ、これだいぶ開けてるから、うん、散らばっていくのはしんどいかもしれない、とはいえこの真ん中の、おお撃たれる、だいぶ激戦区だからな、俺も全然今倒せてない、めっさ撃たれたね、これみんなどこを狙ってるんだろうな、やっぱポイントですよ、じゃあ散らばりすぎてて目的が味方の、まあちょっと多めのところにやっぱり突っ込んでって、そうですね、で一緒にポイントを抑える感じにしないと、確かにね、あれですね、アヤノンがこの3点バーストなんで、はい、ちょっと突っ込むこと考えると打ち負けないようにサバイバルとかの方が良かったかもしれないね、カード的には、あ今空飛んでたぞ、空飛んでたぞさてさて、ちょっとその、 あのパートナーになってる人はアヤノン頑張って護衛するんじゃ、護衛する、あ頑張れ頑張れ、左から来たか、使った、ダメだいやきついっすねこのルール、これあのみんなでここを目的にするよみたいなの合図出せないのかな、うん、ね、それがね、あ、どっか取ってる、今ポイントがカットしてる、今入ってる、あ、真ん中真ん中、今入ってる、真ん中行ってるぞ、いけいけ、やばいやばい、逆に真ん中押さえた方がいいな、うわぁそこにいた、ウォッチ、はい、もっちがすでにガチじゃねえか、はい、しゃべんなくなってんじゃねえこれ だいぶ厳しい、あもうやられちゃったなポイント確保できてねえのか、あれだいぶ厳しいですね、割とやっぱりだから足並み揃えないとですね、結構きついと思う、奇襲が結構通用しないですね、あのマップが、ああもういるもんね、そこにね、結構もう開けちゃってるから、そこあれでしょ、もうあれでしょ、防衛部隊いないでしょ、向こうに守れちゃってるんじゃない、いや、いっぱいいんな、怖え、あー、いる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 、ちょっと倒されちゃう、それを、あやの頑張れ、あやの頑張れ、あやの頑張れ、ちょ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 、あやの頑張れ、あやの頑張れあー、パートナーが死んだ、パートナーの犠牲を無駄にするんじゃない、しかばれの、あー、よしよしから無理だよ、一個も取れないんだけど、これだいぶ厳しいな、ちょっと一回モッチ画面にしてみようか、はいはい、これ一回パートナーもさ、ちゃんともうモッチと組めるようにパーティー参加じゃなくて何にしたらよかったんでしたっけ、何したらいいんだろうね、うえいよいしょ、いい、あ、あと、あ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 、どっかしょ、うわ、レベル上がって、うきゃー、やられたか、おーつー、ここ3点バーストじゃない方がいいな、じゃない方がいいかもしれんな、ね、こっちにしよう、俺の得意武器にする、中距離制せないとちょっときついかもしれないね、うん、あれ、あ、くそ、タレット置かれてる、置かれてるね、あ、なるほど、あ、あ、
そら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 。惜しい。もうね、これですよ、一斉射撃。割と発売からちょっと経ったのもあって、はいはい、みんなね、やっぱカードアンロックしてですね、自分の得意なやつをね、うん、そうで、サバイバルつけたりとか。いいよ、ま、真ん中いいよ、真ん中いいよ、頑張ってるよ。おーおーおー、もうちょっとじゃん。真ん中いける、真ん中いける。これ逆に真ん中押さないとダメだ。押し切れ押し切れ、真ん中押さないと。それ打ってる場合じゃないんじゃないか、ほら。あー、でも一匹倒した。そうそうそう、少しでも自分が入らなくても、うん、少しでもそこにいる敵を削ることが、うん、そう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 、一人ではね、勝利への近道なんじゃ。その通りだ。怖い。おー、うめえな。よいしょ、今のうまかったね。うわー、すごい食べてる。よし、やばい、全体的にやっぱりあれだね、もう大激戦ですね、これ。硬くなってるね、みんな。やばいですね、みんなやっぱりカードアンロックしてますね、うん、っていうか、うん、黒い人いるじゃないですか、うんうんうん、あれレベル50じゃないと取れないやつなんで。マジで確かそれは強いな。もうすでにそのもう廃人さんがいらっしゃる。アイノさんどう、元気してる？全然元気してない。アイノンが息してない。アイノンが最近どう？もうダメ。うわっかね、一回回復した方がいいだろ。言ってる間に左右から来る可能性があるけど、うん、一回回復した。うわー、これはすげえ、すげえ、すげえ、これはミサイル接近中、ミサイル接近中。あっ、ぶんね、負けた。マジか、これは厳しいゲームだな。いやー、まあ、知らなかったっていうのもあるかもしれないけど、でも人数も少なかったよ。あ、そうですね、人数もちょっとね。あのね、なんでしょう、あっちゅう間に終わっちゃった。これパートナー組み割と組めるようにしときません、はい、にする。一回抜けて、うん、それができるようにする、うんうん、にするしましょうか。はい、そうしましょう。やり方わかる？どう、俺分かってないよ。上でね、またさっきみたいにパーティーをっていうのがあるんで、じゃこのマップ一回外れましょう。一回外します。ごめん、どっち見ちゃうから。あっちまり終わっちゃった。マッチングした人ありがとうございました。ありがとうございます。あ、パートナーだったの、ありがとう。なるほどね。ごめんね、私もちょっとね、いまいちルールがね、難しかったね、今のは。でも守ってくれてありがとう。うんうん、よいしょ、一回じゃあこの画面しますね。はい、いやー、いやでも把握したからですね、うん、もう次はもう一回やりたいね、今の正直。まあ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 、もう一回やってもいいかな。時間的にはパートナーを選択。全然、あ、これだ、これ。あれだね、受諾、まあ、ルール的なものっていう意味で言うと、うん、もう一回今の最後のポイントまでは割と押せる、押せる、反乱軍の方がちょっと押せる感じにはなってる。でもただ最後のポイントを落とすのが大変みたいなところが結構ありますよね、うん、ごめん、なんかごめん。まあそうね、今日初めてだから最悪もうこれだけでも2人でちょっと他人やりたくてしょうがないので、やりたいっす、やりたいっす、やりたいっす。人数多いからたくさん入れるしね、うんうん、ちょっともう一回入れましょうか。はい、じゃあもう一回ゲーム画面いきますか。はい、じゃあお願いします。いはい、このターニングポイントもう一回四角で選んでもらって、うん、こちらの幅までいきましょう。さあもう一回行こうか。よし、さあ、そう、あのね、3つ落とさなくていいんですよ。どれか1個、どれか1個落とすと次のポイントが、あ、そういう感じ、次の3つが現れる。なんだ、そういうことなんだ。じゃあやっぱ決めてった方がいい。そうですね、そう、決め打ちで、もうここだけは絶対みたいな、ここだけでももう目的を決めてきながら、ね、これ見てやってる人だけでもね、足並み揃えてやりましょうか。じゃあ指示出していきましょう。まだダウンロード終わんない、頑張れ。頑張れ。じゃあなんで勝つまでやるよ。なんで早くダウンロードしてね。はい、じゃあ10カウントいきましょうか、うん、15秒ぐらいからいきましょうか。あ、分かんない、今回あれだよ、帝国側になる可能性もあるからね。そうですね、あ、そうですね、守る方になるかもしれないので、うん、じゃあ10カウントいきますよ。ゼロになったらいきましょう、うん、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0と、はい、さあ、どれぐらいマッチングできるかな、はい、なんかなくるかな。